皆さんこんにちはアシスタント背景美術の前田スと申します。 私はこちら、マエダックスの学校名という本を作っています。この学校名は、エクスラレッジさんの雑誌、建築知識で連載していた内容に大幅に過失をして1冊にまとめたものなんですね。この学校名の内容はですね、今の学校、令和の学校って、昔の学校といろいろ変わっているものもあって、そういったものをプロの学校を作っている、設計されている方にいろいろとお話を伺って、1冊の本にまとめたものなんですね。で元々僕は あ漫画のアシス,スタントなんで漫画の線画ですよね。線画でまとめた資料集なんでいろいろと見てるだけでも楽しいという本になっているんじゃないかなと思います。この「学校萌えの内容を今日はですね皆さんにちょっと中身をご覧いただこうというふうに思ってます。どんなことをやってるのかなんですけども。でで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 こっちの方に寄せて今日ご紹介する内容はこちらの「学校のトイレ」。 の内容をご紹介したいと思うんですねトイレもいろいろまとまっております今の学校のトイレやっぱりスマートな感じになっていますまあそういったものをですね情報だけではなくて実際のま書き方っていうのが形を色々と皆さんにも見ていただきながらまあせっかくなんで内容プラスアルファを今日は楽しんでいただこうというふうに思っていますまあ、ここにね色々と内容載ってるんですけどもせっかくなんでちょっとアップにしてみましょうかアップアップよいしょ学 このトイレまあ、男性用のトイレの方ちょっと見てみますけどもこういったスケールですとか名称ですね例えばライニング地味だけどトイレの重要ポイントなんて書いてありますけどもねあの出っ張ってるところに荷物置いちゃったりするところあそこがライニングっていう名前なんですね。こういう いう名称が分かってくるだけでも何か検索をするときに検索しやすくなったりとかあとまあこのスケールなんてものが分かっていると漫画のキャラクターと置いたらどう見えるかそういったものも分かりやすくなるんですよねまあ、実際に調べようと思うと妙に時間かかってしまうような内容がまとまっていることによって分かりやすく時短ができたりするかもしれません書くときに今の学 学校をもし舞台にするのであればやっぱりその昔のトイレとは違ってくるわけなんですよね。どうしても書こうとすると自分の記憶の中にある昔のトイレもしくはドラマでとかなんかこう昔の映画に出てくるような、まあ、その学校のトイレっていうものをイメージして書こうとするとやっぱり今の学校を舞台にしてる感じじゃなくなっちゃう可能性はあるんですよね。なので、 まあ別にね昔の学校のままでもいいかもしれないけども今の学校というものをアップデートしていくって大事なんだと思うんですよねで今の学校こんな感じです学校のこの男子トイレってで昔は下の方までストーンってあったような気がするんですが今はこうやって壁掛け浮いてるんですねまあ、昔からあるものではあるんですが壁掛けのトイレ今新しく作る学校のトイレだとほぼ これで作るらしいんですよねしかも今時な感じでスマートになってます。上がることによって下の方が掃除しやすい、まあ、そんな理由もあるらしいんですね。まあ、そういった、ね、いろんな内容を書いてありますがこんなものがいっぱい集まってる本なのでおすすめなんじゃないかなと思います。さあまあ、せっかくなんで今日はですねこの学校のトイレを皆さんにですねちょっといろいろとなぞっていただきたいなと思います。学校の このトイレを思考をなぞるって感じ。頭の中で形をなぞっていく感じ。まあ、それを皆さんに体感していただこうと思うんですけども。じゃん。さあ、で、まあ、ここにですね、えっと、今のトイレアップにしてみました。さらにですね、こちら、せっかくなんで、昔のトイレも書いてみましたよ。はい。新たに書いてみたものでございます。こちら。まあ、昔のトイレっていうと、まあ、こういう感じですよね。 でまあ、上の方にね、このフラッシュバルブってやつ、ね、このバシュッとしたらズボーって出るこれが、まあ、ついてたりする、一番新しいタイプという風になってくると、どういう風になるのか、せっかくなんで皆さんにもこちら、あの新たに書いたので見ていただきます。バチンこんな感じです。ずいぶん見た目の印象も違うというところ以上に、少しね、こう、機能も変わってくるわけなんですよね。 でまあ、昔のね、このトイレは上の方にこのバシッと押すようなものがついているんですが、今はもうこれ、センサー式、センサー、センサー。 でなので、前に立ったりとかしたら、まあ、その時点でこう、もう流す準備をしていますよみたいな、まあ、もしくはあらかじめ流してくれたり、普段使う、ね、公衆トイレとかだと、こういう感じだよねというところだと思うんですけども、それが今の学校でもあるっていうことなんですよね。なるほどなって言われてみればそうなんですけども、今の学校っていうのはまあこういう感じのトイレになっているわけですね。 では、ではね、先ほど言ったなぞる感じで形を知ってみよう。どういうことをやっていくかなんですけども、実際にですね、ちょっとなぞってみましょうよ。例えばですね、ここ、トイレのこの下の方、ここね。で、この下の方っていうのは、まあ、なんかこう、突き出てる形状なんですね。横から見ると、このトイレって、よこんな感じで突き出ている。 でまあ、昔のトイレももちろんそういう感じになっているんですが、より今の形っていうのがこう、ね、こうスマートに突き出ているなという感じです。なので、今の学校のトイレをです、ね、これ形をなぞっていくってどういうことかというと、ここねこねんな感じの線が入ってくるんですねで。あえてこの真ん中に線引っ張ってみると、形が分かりやすかったりします。ここの でじゃあ形出してみましょうか。この形はね、ぎゅーンと行きまして、奥の方に行って、ぐりーっと行って、こんな感じ。ね、で、奥の方少しこう、なんていうんですかね、あの湾曲しているわけですね。で、さらに、ここに段差があります、ね。で、段差があってという形。まあ、今時の形っていうのはこ、こういう形が本当にこう主流だなと。 まあね、これ覚えとくといろいろといろんなシーンで、ね、使える形なんじゃないかなと思います。で、えーっとね、ここもこう、四角で書くとこういう感じの四角なんですけど、それが湾曲しているそういった形になります。ね、で、この今四角で書きましたが、この四角で書くことによって意外にこの複雑な湾曲しているものってのが書きやすくなってくるんですね。さらになんですが、あのこれトイレね。 上の方は少しだけ手前の方にですねこの倒れ込んできていますねなのでこれ普通に平面で書くと普通の平面だとこういう平面なんですけどもそれが手前の方に倒れ込んできてますよという情報なんですねで、まあ、ここ四角を書いたらこんな感じでここ湾曲してますよとねで湾曲から書くと難しいんですけども こうやってまっすぐの線を引っ張ってあげてそこを湾曲させるって比較的やりやすくなるんですねなのでなんか皆さんがこう形を書いて歪んじゃうなって時にはこういう直線を引っ張ってあげるとかもしくは四角を作ってあげるとかするとこの微妙な曲線っていうのがね湾曲っていうのが書きやすくなったりします皆さんもこういったところをうまく使っていただければと思いますはいさあ でちょっともうちょっと丁寧に書いてみましょうか、ね。ここら辺がこういう曲線になります。まあ、手前の方に倒れ込んでくるんですね。よいしょ、こんな感じで倒れ込んできてますよと。直線を書いてで、湾曲させる感じです。もうも直線を書いて、湾曲させるでもいいでしょうね。はい。で、これね。 このトイレは下の方が少しすぼまっていきます。なので、普通に直線で描くと、こんな感じで落ちていくんですね。ちょ,ちょっと太いですけれども、ね。で、こんな感じで落ちていくものが、下の方に向かって少し斜めに落ちていくんですね。なので、正面で見ると、下の方がこういう感じ、下の方がこういう感じになっている。 こんな感じになっているうようなトイレです。で,でなんとなくこういう,なんていうのかな正面から見てるものとかもしくはこうやって側面で見てるものとかっていうのは結構その形を知る上で使えるるものだったりするんですよねもちろんそれは単なる資料にしかならないんですけどもその正面から見てるもの横から見てるものっていうのが分かるだけで結構頭の中で形のシミュレーションがしやすくなってきます。 ね、でもうそういう資料をちょっと、ね、手元に持っ,てる持っておけるといいよという感じなんですね。そしてここ、先ほどお話した通りなんですが、ぐーっと手前の方に突き出しています。ね、なので、横から見たら、このくの字になっている感じですから、く、まあの字っていうか、しの字みたいな感じですね。なので、こっからしの字ですね。で、ぐーっと出て、こっから、ここからしの字。 ね、でこことここっていうのは、まあ、こういう感じの、ね、こう切り口になってるというふうに思ってみるといいでしょう。ね、なんとなく難しい形っていうのはこうやってこうちょっと単純化して考えてあげるで単純化して考えた後でもちろんここ曲線にするっていうのでいいんですよね。形があるる程度見えてくると それに肉付け、まあ、厚みとかですね厚みを作ったり段差を作ったりもしくは細かいところのディティール感っていうものを詰め込んでいくっていう考え方でいいんじゃないかなと思います難しい場合はねそういうふうにして考えてみると言って僕自身も普段絵を描くときやっぱり描けないものってたくさんありますからそういったものっていうのは資料を見ながらこうやって単純化をしてあとは形細かい形などをそこにこうなんつうか刷、ね、擦り込んでいくというか ある意味こう彫刻と同じような感じで大まかにまずは削っていってで細かいところっていうのを後,後にこうやって細かいものを作っていくそんな感じのイメージなんですね、まあ、なのでまあ大まかな形が見えてくるとまあその先のイメージもしやすくはなるかなあの昔のトイレってここ面白いですねここ この三角あるんですこの三角は僕は結構比較的好きな方なんですがあのここの三角ね三角とこういう感じの三角でこう内側にこうやってくぼんでるまあ操縦するのはこれ大変なんですけども。 で造形的には見事な三角ですよね。でまあ、こういうところを書き切っていけると昔はねトイレという感じだったんですけども今のトイレはねまあ、ちょっとこうやってまあ、スリムスマートな感じになってまたそれもねあのー、見栄えはいいんですけど少し書きにくさはあるんですねこっちの方ががっつりしてるんですけども箱を削っていくのでやりやすい。こっちは、まあ 曲線が多くなってくる分だけね、やっぱりこうそこは少し難しめなものも出てくる。ね、そこをこのこういう考え方、正面から見てますよ、横から見てますよというところでカバーしていけるといいんじゃないかな。ね、さらに昔のトイレはね、こうやってこうタイル張りですよね、床面もタイル、壁面もタイルという感じだったんですが、やっぱりこのタイルっていうのがちょっと掃除しにくいものでもあって。 今時の床、ここにいろいろ書いてありますが、この下の方にね、このおだれ石っていうのがあるらしいんですね。で、このおだれ石っていうのがあったり、もしくは、ここ、なんかこう、ビニールシートなどで仕上,げられる仕上げられてるという話を伺ったんですが、さらにこっちの方は、 でこ,こ,ここもタイルではなくて今時のトイレの床は MB シートが仕上げが主流というふうに書いてありますモップで拭き,拭きやすいといいですね綺麗にしやすいっていうのが今のトイレでもあるわけですねでこうやって大まかに書いていった後でまあここの細かくっていうのがこれですね細かくこういうせあの真ん中の線で、ねね、こ,こうどういうふうにくぼんでいくのかなとかあとはこの真ん中のねこの真ん中のこのライン こういったものを出してみたり、とかすると形が捉えやすくなったりします。昔のトイレはこの奥の方にね。一旦こうグッと行ってガーっと奥が深かったりする、まあ、こう操縦するときにちょっと手間になるんですよね。こういったところがで、今のはこうスマートに似てるかね。のろーんと行くんですね。まあ、こういった違いを書いてあげると、比較的今と昔っていうものを書き分けがしやすくなってくるんじゃないかなと思います。 今回の動画をもとにして皆さんにぜひとも書いていただきたいと。 思うんですよねもちろん写真見ながら書いていただきたいわけなんですがその中であこの形でどうなってんだろう分からないところもたくさん出てきたりしますその時に皆さんの思考を交わすのがこの学校萌えなんですよねいろんな情報とか名前とか、まあ、いろんなものが分かってくるだけでも随分ね頭の中で理解して書けるようになってくる、ね、見えてるのに写真で見てるのに書けないなって思うものたくさんあるんですねそういった時の まあ後押しをするというのか思考の手助けがこの学校やってできるんじゃないかなというふうに思います。 ね、もちろん楽しんでいただきたいというものでもあるんですけどもなんとなく、ね、こ,うこういう本を見ながらああこういう形だったよねとかねこう男性用の,この便器だとかだと上に物を置くと、ね、こう斜めになってますからこれ斜めになっているので倒れてくるんですね、まあ、そういうのとかあそうだよねっていうのがなんとなく記憶の中と情報っていうものがこう一緒になってくるだけでも随分、ね、こうイメージする解像度っていうのは高くなっていくんじゃないかなと思います。 ねまあ、こんな感じでまずは大雑把に作った上でこんな感じで細かいディティーを書き込んでいってねそれに肉付けしていってっていうのがねなんとなく皆さんの中でねああそれだったらできるかなみたいなそういった刺激になっていれば幸いでございますぜひともこの学校萌え皆さんのねお手元に置いていただければと思いますということで今回の学校萌えの動画はこれでおしまいです皆さん最後までご視聴いただきましてありがとうございましたではまた 学校への情報でお会いしましょう。